農館で遊んでいるとたまに砂漠や火山のフィールドでクーラードリンクを忘れるハンターを見かけることがあります。その時アラフターたちはどういうふうな対応をされますか？ではここでクーラードリンクを忘れたハンターに対する正しい対応の仕方を学んでいきたいと思います。貴様、はい、貴様、ここに砥石を忘れた仲間がいたとする。貴様、なんと声がある。うまい、俺の砥石を分けて。バカ野郎、バカ野郎い、こんな傷の舐め合いハンターじゃやん。パーティーは仲間であって仲間にあらず。ミスは徹底的に追求したこと、成長につながるのだ、貴様。はい、はい。貴様、もしこの私が、この玉木ミラーハンズフォルミがクーラードリンクを忘れたとしよう。貴様、なんと声をかけ。でも、これは訓練だ。遠慮はいらん。頑張れ。お前クーラー忘れてんじゃねえよ。それでも地球ハンターですか？あ？どうせパーセルでここまで来たんだろうが。キャンプ待ちなら確かにクーラーいらないわな。支給品来る前そこで灯油差してやろうや。それとも砂漠で油汗流すか。お前の全肉だらけの体見てると吐き気がするわ。いいダイエットだからさっさと行けや。死んだキリオスみたいな顔しやがって決めんだよ。おめえなんかの報酬を分けるのなんざマジなねえねえか。さっさと出たしろや。集会場の中玉玉あたりで踊ってるこの針。もういい、ちりはげ、もういい。貴様、いじるよ。貴様、それ追求っていうかもういじるじゃん。怖いわ。おい、もう顔のこととかいじっちゃダメだよ。親からもらった顔なんだからね。あと自分ハゲてないからね。臆測で言わないですよ。ここいい。おい、ハゲだって決めるつつくんだもんね。困るよね。はい、もうすごい気悪いわ。いやもう、お前さん何やらせんだお前。いや俺も一回ちゃんと見せとこわ。ハゲ隠しの顔とかお前のマジないし、ほらちゃんと生えてるでしょうが。ね、はい、さあこれちゃんと触ってごらんね。生えてるよね。はい、ちゃんと言って、まあ、ちゃんともう声出しよね。共感は、共感は、あ、生えてるんですよ。聞いたね、聞いたよ。聞いたね。じゃあ本日の訓練はこれで終わりだ。各自しっかり休息といい、明日の訓練に備えるように。以上解散。返事は？はい。